はい、こんにちは。なんちゃって SE ののぶりんです。なんちゃって SE のつぶやき、10回目になります。今回は、前回の続きで、SE 関連の経歴について話していこうと思います。前回は、この通信応用系システムの開発ということで、その一つ前の交換システムの開発は、交換機の開発で、通信応用系というのは、ターゲットマシンがユニックスのワークステーションでした。で、この3つの開発を、やりました。で、これが終わった後、メディア統合というのが終わった後に、全く案件がなかったわけではないんですけども、結局、提案段階で中断してしまったような案件が、ありました。で、それが終わったというか、それが、立ち消えになって、このオペレーションシステム開発というのが始まるんですけども、この通信向けの開発というのは、名古屋を拠点に、開発をしていました。で、ただ、発注元というかお客さんが、いずれも首都圏に拠点があって、打ち合わせとか、あるいは、最後の、マシンテストの時は、そのお客さんのところに行って作業をするという形になっていました。で、ただ、このオペレーションシステム開発は、ロケーションが幕張に行って、これは名古屋で開発ではなく、現地に、引っ越して、現地に引っ越して、現地に常駐する。こういうの勤務地指定というんですけども、で、会社の取得も、会社の所属は、横浜にある会社になって、で、仕事の拠点としては幕張になりました。で、そうなるということで、家族で引っ越して、幕張に通勤できるところに、引っ越して住むようになったということですね。で、そういう感じで、名古屋から、
はお客さんのところに、まあ、たまに打ち合わせで出張するとか、マシン作業で、まあ、例えば何ヶ月も、まあ、長期的な出張をするという、そういう形態ではなく、もう現地に引っ越しましたという感じです。で、まあ、そういう形態を取ったので、まあ、この仕事に関しては、まあ、前の開発のように、朝6時に家を出て、まあ、遠くまで打ち合わせに行くということが、まあ、なくなったので、まあ、生活的には楽になったかなという感じです。まあ、それはお客さんの方にもそういう話をしていて、まあ、そのモチベーションが高いというふうな見方をされていたようです。まあ、それで、まあ、このオペレーションシステムというのは何かというと、まあ、最近はあまりこういう言い方はしないのかもしれませんが、業務を実施するのに、まあ、業務そのものをシステム化したものというのを、まあ、オペレーションシステムというのかなと。そういう感じです。まあ、実際の業務をシステム化する。で、まあ、そのシステムというのは、この地域伝送路設計という、この名前からして、まあ、当然伝送路を設計するシステムなんですが、まあ、この伝送路というものは、まあ、この前の二つが、まあ、この両方とも通信系の開発だったんですけども、まあ、これも、まあ、どちらかといえば通信系なんですが、通信そのもののシステムではなくて、まあ、この伝送路を設計するという、まあ、伝送路というと、まあ、伝送装置とその間の伝送路をつないで設計していく、まあ、そういうシステムになります。で、まあ、伝送路というのは、まあ、簡単に言うと、まあ、電話の設備というのは、電話局に交換機があって、で、交換機から、まあ、電話機までを、まあ、ちょっと古い言葉で言うと、加入者線と言ってました。で、まあ、お客さんのことを、加入者というのはどうかということで、まあ、その加入者という言い方は、まあ、最近はしなくなったとは思いますが、まあ、当時はそういうふうに呼んでました。で、交換機から、
電話機までの、まあ、電話線のことを、まあ、加入者線。で、その加入者線は、伝送路に収容するのではなく、まあ、局外設備ということで、まあ、電話機から地下の管路を通って、まあ、設計区画ごとに、その地下の管路から、まあ、地上に立ち上がって、で、それが、まあ、電柱に、まあ、その地下から立ち上がったケーブルが、こう、まあ、電柱にくっついた形で、まあ、架空線路と言ってましたけども、まあ、電柱の上をケーブルを流して、で、そのケーブルから、まあ、各電話機につながる。まあ、そういうのが、まあ、簡単に言うと加入者線。で、この伝送路というのは、電話局にある交換機と交換機を結ぶ、まあ、これは中継線というんですけども、その中継線を収容する伝送路。ということになります。まあ、ちょっとあまり難しい話をしてもしょうがないんですけども、まあ、そういった、加入者線ではなくて、電話局と電話局の間の、まあ、伝送路、まあ、電話線ですね。その伝送路を設計するシステムになります。で、まあ、今は、まあ、電話線というと、まあ、フレッツ光とか、まあ、そういった、どっちかっていうと、光が主流になっていると思いますが、当時はまだ、伝送路はデジタルで、電話線はアナログという時代だったと思います。で、まあ、中継線っていうのは、まあ、電話であれば、1.5Mbps の、伝送パスに対して、24回線。なので、まあ、1回線あたり、まあ、64kbps。という帯域の設計をしていたというふうに思われます。で、まあ、パスというのは、まあ、伝送用語なんで、まあ、知らない人にはちょっとわからないかもしれませんが、SDH という伝送の、スーパーデジタルハイアラーキーというんですが、まあ、そういった多重化の階層があって、まあ、それに基づいて、設計をしていました。で、まあ、伝送路には、その電話網と専用線ですね。
これを収容する。簡単に言うと、そういう伝送炉の、伝送装置とその間の伝送炉を、設計する。で、これも、ターゲットマシンはユニックスのワークステーションでした。で、この開発がちょっといつから始まったかは分かりませんが、これのバージョン3からバージョン9までの開発をやりました。で、この開発に関しては、私が一貫してリーダーをやっていました。もちろん私自身も、このパス検索という機能を、途中まで担当していました。で、途中からはちょっと作らせてもらえなくなったんですが、自分が作るよりも、他の人にやってもらう側、このシステムがどういうものかというのを説明をして、個々の機能の開発をやってもらう側として、V4 からこの最後までを、そんな感じでやっていました。バージョン、この V3 は、まだ私の開発、実際に開発に関わっていました。で、これが大体6年ぐらいの間続きました。で、この間、かなり長い間やっていた関係で、お客さんとも、開発の仕事以外にゴルフの付き合いをしたりとか、そういうこともやっていました。で、私が担当したのは、さっき言ったようにパス検索なんですが、途中、この自動収容設計とか、あるいはこの性能改善というのは、データベースのアクセス方法を、ちょっと方式的に変更して、性能改善をする。あと、この TLI 通信ですね。で、この PLI 通信というのは、私もやったことがなかったんですけども、この通信応用系の開発のところで、ソケットの通信に関しては、経験があったので、その経験をもとに、やりました。細かいことを言うと、実は、このソケット通信には落とし穴があって、そもそもあまり本がない、書籍がないために、なかなか理解ができないところなんですが、PLI と言っても、ソケット通信のようなもので、クライアントからサーバーにコネクトをして通信をする。
で、その時に、まあ、経験のない人は、まあ、サーバー側のプログラムなんですけども、サービスをバインドしたソケットでそのまま通信できる。と理解してしまう人も結構いて、まあそれが落とし穴なんですけども、それでうまくいかないと。本当は、サービスをバインドしたソケットというのは、単なる、まあ、受付、サービスの受付であって、実際は、クライアントからコネクトに来たら、アクセスとして新たな、ファイルディスクリプターを取得して、それで通信をすると。そういう手順を取らないとうまくいかないようです。ただ、まあ、書籍を見ると、サービスをバインドしたソケットでも通信ができるというふうに書いてあるために勘違いをして、そういう処理を書いてしまう。というような間違いが、まあ、結構あるのかなと。で、まあ、そういうことっていうのは、テストプログラムを書いて、試してみればわかることなんですが、どうも、コネクトを、サーバーにコネクトが来たことをセレクト関数で待ち受けて、で、セレクトからリターンしてきたら、アクセプトして、アクセプトしたコネクションで通信をするというのが、まあ、なぜ必要なのかということを理解しない人が、まあ、まあ、最初は誰でもそうなるかもしれないんですけども、KCPIP のことを、まあ、理解せずに、まあ、そういうことをやってしまう人が結構いたなというのを思い出します。まあ、ちょっとその話だけを詳しくやっているわけにいかないので、まあ、それはまた、システム開発とはというところで話す機会があるとは思いますが、で、まあ、この開発は、まあ、私のこの経歴の中では、まあ、結構成功した、まあ、案件だったかなと思います。ただ、この一番最後のバージョンの時だけは、まあ、これを最後にこの開発が終わるということで、まあ、ある意味、まあ、後始末というか、まあ、しんがりというか、
そういう開発だったのと、実際の開発規模よりもかなり高い金額で契約してしまったために、納品するときに、大変だったというのを記憶しています。この、オペレーションシステム開発というのはそんな感じでした。この次のこの点々というところは、かなりいろんな問題があった案件が並んでいますので、これは次回にしたいなと思いますが、この米印をつけた、アスタリスクをつけた案件というのは、私はプログラムには直接関わっていない案件になります。ここには全体でつけてますけど、要するに SE の案件だったということになります。それは次回やりたいなと思います。今回は、SE 関連の経歴ということで、この1995年頃にやったこのオペレーションシステム開発の、この地域伝送路設計のことについて話をしました。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。